もともとはね、リモートワークみたいなものからスタートして、でそのまま定年退職になってしまったので、家で仕事をするっていうスタイルに変わってしまってから、お昼も家で食べるようになって、でそうするとなんか3食すごいがっつり全部食べちゃうのはちょっと重いねっていう風になって、じゃあ朝はもうヨーグルトみたいな簡単な軽いもので、あったかいものはちょっと欲しいのでこちら入れたりしてますけど、じゃあお昼に今度はしっかりじゃあ食べましょうっていうそういう生活スタイルに変わってきましたね。ヨーグルトはね、1日 100g ですね、 400g の入ってるから、ちょうど2人で 100g ずつ食べると2日間で、このヨーグルトの朝ごはんになってからはフルーツ欠かさないようになりました。ほとんど食べてなかったんですよね、フルーツって。夫もそんなにこう果物食べたいっていう人じゃなくて、でもこうヨーグルトにちょっと切って入れてあげたりすると意外と食べたりするので、なんかいいなと思って、プロセスが好きなんですよね私ね。本当に簡単な朝食でも そのプロセスがすごい好きというか大事。あと皮剥いたりとかね、リンゴの皮剥いたりとかバナナ切ったりとか、私はそのちょっと切ったりちょっと何かしたりっていうのがやっぱり好きなんだなと思いますね。リンゴの残りは明日また食べるからちょっとアップして。ポットがあったんですけど壊しちゃって、新しいのを買おうと思いつついいのがなかなかなくて、これ楽ちんだからいいやと思って、紅茶がこうだん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 沈んでくるじゃないですか。これをなんか見るのがすごい好きでいつもこうやってなんかこうやって見てるんですよね。なんかこのちょっとずつ紅茶の茶葉が沈んでいって、でこう開いていくんですけど、なんかこれすごく好きで見たりしてます朝ごはんとかって本当にこうルーティンでできないとダメで、考えるようなものが朝入ってるのときついんですよね。考えなくてもできるようなもの、レシピを見なくてもできるようなもの、測ったりとかめんどくさいけど大体でいいのよ。これ牛乳が多かったら多かったで美味しいし、卵が多かったら多かったでちょっと卵っぽいし、レシピもいろいろだから、みんなフレンチトーストも適当適当フレンチトーストみたいな感じですね。
パン食べてた時は毎朝コーヒーだったので、うちの夫がインスタントでいいよとか言ってインスタントとかも飲んでたとか、あとまあ粉のコーヒー飲んでたんですけど、これ今うち本当これでしか入れられないのでやるしかないみたいな。これもさっきの紅茶と同じで、なんかぐるぐる回すのが好き。私の秘密兵器が調理してきて食卓の真ん中に鍋敷きとか置いてお皿になりますよっていうものなんですけど、うちはミングルでここにコンロがあるので、だからフレンチトーストここで焼きながら食べるっていう感じですね。トーストは結構焦げやすいからね、そうですよね。私すごいうっかり屋で、パンケーキとかキッチンで焼いてるとすぐ焦がすんですよ。ここね、目の前で焼けるようになってからだいぶ良くなったっていうか、目が増えたから。見ててねみたいなのもできるし、なんか楽しいよねここでやると。まあ、これはスープはある時とない時があるんですけど、まあ、今日あの前の日とかにちょっとたっぷり作ってないものが残ったりしてると、スープあるとやっぱ野菜取れるとちょっとほっとしますね。土日とかちょっとスープあるとやっぱ嬉しいなっていう。